続いては LINE の返信を萌え台詞で書いて答えるフリップ胸キュン。そのお題は、気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。これむずいよね。いや何が正解だこれ、うん、難しいわ。もう守りに入っちゃうと自分に対して興味ないんだなっていうこともあるから、そこのバランスか。なるほど、あんまりむずいよ。心理的な駆け引きも求められるこの難しいお題、果たして AKB メンバーたちの回答は。じゃあ早速かけた人、挙手の方お願いします。難しい。いきますか。じゃあクロス、はい、気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。スタンプで好き。あ、ごめん間違えちゃった。でもこれちょっと難しいよね。本当に他の人に送ろうとしたやつだって勘違いしちゃう人も中にはいるかもしれないってのが、もう一ターン必要になってくんだよ。他の人に送ってるやつやったとしたらショックやもんな。そう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 。でもそこまで不安にさせるっていうのも一つの。気になるは気になるもんね、こっち側は。いきましょう。はい、じゃあ山内、はい、気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。ズッキーだよ、よろしくね。ズッキーだよ、ズッキーだよ。ちょっと待ってよ、絵は誰ですか。それは誰、ね、青木さんだ。青木さんが押しちゃうから。スタンプ出したやつ。さあさあ行きましょう行きましょう。あ、じゃあ行きましょうか。岩立さん、行きます。気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。さっきはありがとう。ねえ、おーちゃんって呼んでいい？うわおーちゃんって呼ばれたことないでしょ。おーちゃんでしょ。おーちゃんって呼ばれたことない。おーちゃんだよ。まあ一応おーちゃんだからね。おーたのおーちゃんじゃない。おーちゃんじゃない。おのおのがみんなおーちゃん持ってるとかないの。なるほどね。ちょ、僕もあおーちゃんの。あおーちゃんだよ。あおーちゃんだよ。あおーちゃんね。あ、じゃあ下尾さん行きましょう。気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。はじめまして、ミュウです。いつ空いてる。いいね。いつ空いてる。これは端的だけど、端的だけど、よってよく考えたらいい答えですねっていう。いやだから早めてほしいんだよ。ちょっと一人だけ遊んでやってるからね。点数あるから。お、倉野ちゃんどう。はい、行ける行く、はい、行きます。じゃあ倉野行きましょう。気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージになんて書く。やっほー、なるです。交換できて嬉しい。毎日連絡しよっかな。あー、いいよいいよいいよ、うん、あ、いいよ、ちょうどいい。いいよいいちょうどいいちょうどいい。冗談交じり自分の気持ちを伝える。ちょうどいい、はい、これはいいね。めっちゃいい。じゃあ誰行きましょう。あ、じゃあマチャリ。気になる男子と LINE を交換、最初に送るメッセージなんて書く。ねえ聞いて、今日はずっと前から気になる人に LINE を交換してもらったんだ。おーこれはどっちどっちなの。あ、送る人間違えた。今の忘れて。あー、どうやって。あれこっちは間違い。ということは、あなたと交換できたことを他の人に嬉しいって送ろうとしたんだけど、そうそうそう、間違えてあなたに送っちゃった。今の忘れてって。もう無理よ。無理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 。あ、このお題のトップは187キュンを獲得した岩立です。橋本チーム1ポイント獲得。